はい、マイドリームさん、早速なんですが、次やる曲でドラッグというものを使うんですけど、どうやってやるんですか？ダブルストロークを使うってことは聞きました。ドラッグっていうのは、ルーディメンツの、一つのパターンで、ダブルストロークを、それこそ使うパターンで、おそらくドラッグを使うっていうことなんで、リズムパターンの中で使うか、こうなんかこのパカジョンみたいな、ドラッグっていうのが引きずるっていう意味なので、なんか本音符の前にこのこうやってドーンって叩く前に、なんかそれの装飾音符としてダダドンみたいな、なんかこういう入り方をするのがドラッグっていうやつで、例えばおかずタントンタカトンのおかずやとしたら、やとしたらなんかこのターンの前にちょっと引きずるような感じで、ドラッグっていうやつなんですけど、これはだからこういうで、割となんかこの、2発のダブルストロークはこう慣れないうちは結構押しつぶすようにいっちゃうんですよね。こういう感じで、でこうなるとなんかあんま綺麗にならないというか、なので割としっかりとダブルストロークをするみたいな、なんかこう割と弾ませて2発目をちゃんと拾う。で、それで、最後の、ただ、タン、タヌキ、タヌキにつなげるみたいな。で、練習としては、ここの、ただ、タンが、頭になるので、こう、リズムの表になるというか、この、ワン、ツー、スリー、フォーの、こう、ワンになるので、なので、ここに、こう、例えば、バスドラムを入れて、こう、タカタン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 みたいな感じでこう練習をしてもらうといいんじゃないかなと思うので、ドラッグ、ね、なかなかちょっとややこしいパターンですが、チャレンジをしてみてもらうといいんじゃないかなと思いますかね。